残るは45分、後半戦キックオフです。岡田さん、まだまだ試合を諦めていないようですね。なりふり構わぬ攻撃に来てますね。はい、ここで冷静に対処できないで勢いに負けてしまうようですと、もしかしたらもしかしますよ。攻撃に厚みを出してきます。残念、わずかにそれました。ボールにはファブレガス、アンドレイ・アルシャビン、ちょっとコースが甘くなったか、カットされます。中にスペースがあります。このボールはどうだ。今日3点目はなりませんでした。非常に惜しかったですよ。でもまあそれも時間の問題かもしれません。ハーグリーブス、ナスリーがここにいました。この動きがアルシャビンです。アルシャビン、ナスリがこれを抑えます。こぼれます。先に反応するのはどっちだ。これは厚みのあるアタックになりそう。ルーズボールになった。クリシー、ルーニー、ディアビ、ディフェンスの網にかかる。ボールを取られました。ファブレガスです。存在感があります、リオ・ファーディナンド。オシェイ、ファンペルシー、サミル・ナスリー、アルシャビン、このボールは通しません。スローインはアーセナル。この動きが何です。仕掛けてきました。チャンスの匂いのするパスです。嫌なところに出されたぞ。落ち着いています。ボールはカット。アルシャビン、いい形ができつつある。ディフェンスがブロックに入ります。ユナイテッドボールでのゴールキックになります。空いたスペースに走り込みます。ここを起点にできるか。これはファンペルシー、アルシャビンでチャンス。おっと、ここはハーグリーブスのテリトリーでした。相手に渡ります。ファブレガス、ファールかという厳しいチェックが入っています。何が絡んでくる。このパスはダメでした。通りません。ウェイン・ルーニー、ここは体をうまく使って奪った。ヘッドを使ったパス、ビディッチ、何、さあまたここからの連携。ここを潰すことができません。マイケル・オーウェン、これはパスミスになった。バレンシアが抑える。勝負どころと見たか、前に飛び出します。ここにバレンシアがいます。さあ上げたい、クロス上がった。ボールはディフェンスがクリア。あっと、パスコースにはディフェンスがいます。アルシャビン、厳しい当たり、バランスを崩したがどうだ。これはスローインになります。オシェイ、ルイス・アントニオ・バレンシア、合わせてくるか。このクロスは許しません。パスをこの位置で防ぎます。セスク・ファブレガス、ナスリ、ゴールを見る。コーナーを取りました、アーセナル。
ルーニーがプレーに絡んでくる。オーウェンがいます。ここに注目のナニがいます。ボールを抑え込みます。スローインに変わります。ミスパスがありました。スローインです。パスで効果的に崩していきます。そうですね、ディフェンスに的を絞らせていませんよね。非常に効果的なパス回しができてますね。アルシャビン、このボールはディフェンスに弾き返されます。ルーニー、サニャ、テオ・ウォルコット、速いクロスだ。エブラ、ここでフリーキック。つながります。やはり体が強い。フィジカルを生かして体を寄せて奪った。クリシー、さあゴールの方向を向きたい。あっと気は抜けない展開です。ボールにはファブレガス、ロビン・ファンペルシー、前がかりに仕掛けていきます。試合終了、アーセナル勝ちました。勝利は当然の結果と見てよろしいでしょうか、岡田さん。はい、危ない場面もなかったわけではありませんでしたが、手堅い内容だったと思いますよ。今日の試合は実況が西岡、解説は岡田武さんでお送りいたしました。では皆さん、さようなら。